第三次安倍改造内閣が指導第三次安倍改造内閣が発足から一夜明けた今日新任閣僚たちが早速、指導しておりますさあ、今回の内閣改造ですけれども、全体としてまず青山さん、どのように評価されてますか、うん、これ、実はあの、うん、ちょっと禁じ手でいうと、はい、僕個人の意見と、客観的に見た安倍総理の意図。 を分けて話しますと、はい、個人としては今回の夫人賛成できません、賛成できないそれは一つにはあ例えば拉致問題担当大臣を権利にしてしまったこと、はい、加藤さんという官房長官だった人の権利にしちゃったと、はいうん、いうことそれから河野太郎さんの、まあはい、いわば主張を封じる形で、うんえー、あえて国家公演庁に起用したこと。はい それからさっきの加藤さんで言うと、その1億総活躍っていうスローガン自体、僕は賛成できないんで、前から安倍総理と意見の違う点もいろいろあるわけですけど、はい、また意見が違う点ができちゃったなという感じです。うんで、その上でで、すね、はい、今言いました2つ目の、総理はじゃあ、一体なぜこういうことをや、こういうこう、不審にしたのかと。はい、で、あのー、実はその僕のところにたくさんメールとか、 ブログへの書き込みをもう本当に山のようにいただきまして、はい、大半が怒りと疑問の書き込みとメールで、はい、一番多かったのがやっぱりこのなぜ最後の一人まで取り返すといった安倍総理がラジモンダ担当大臣を他の大臣ポストの兼任にしちゃうんだと、はい、あるいは山谷恵理子さん,、えー、んっていう、まあ、担当大臣は家族会から信頼されているのに、うん、なぜわざわざ変えなきゃいけないのか。はい でさらにこの新しく拉致問題担当大臣を兼ねる加藤勝信さんが官房、うん、副長官としては、まあ、本当によく働いた人なんですけれどもね、はい、元大蔵官僚で政策にも明るいけど、うん、実は拉致被害者のご家族にとったら会ったことないんですよ。うん、でこれはあの僕自身も加藤さんが拉致に関わったって話一度も聞いたことないし、はい、これはあのー。 家族,会家族の方々を支援している民間の方で荒木さんっていうねうん、うん、本当にあによく頑張ってる方がいて知ってでしょ、はい、この荒木さんが公式なメールマガジンでこう批判なさってますねあ<ー>要するに知らない人を持ってくるっていうのはね家族会から見てどういうことなんだと、はい、でその次の多いのはその脱原発、はい、で からやっぱり国民がむしろよく知ってるな国民の皆さんがご存知だなと思うのは河野太郎さんってまあん韓国ととても親したし、はいえー、秘書の陣容の中に韓国ルートの人がいたりねほーでそれを国家公安庁にしちゃうと、はい、要するに国家公安庁って警察を預かるホストですから、はい、その日本の警察の情報がそれも例えば外事警察例えば韓国 をどう見てるかっていい、ねうん、ういううううねそのが全部漏れちゃゃんじゃないかと、はい、こんなおかしな人事はないっていう怒りと疑問のメールが山のに来たわけですよ、うん、それで僕はさっき言った通りこの夫人に賛成じゃないから、はい、賛成じゃないって終わってもいいんですけど、うん、ただ僕のように理解,理解してるっていうのは賛成してるっていう意味じゃなくて安倍総理がなぜこうやったかっていう理由は分かるんで、うん、あのそれをお話しとくとですね、はい、あのまず 拉致、えー、担当大臣について言いますと、実は拉致問題担当大臣っていうのは交渉をやってると、誰とも思うじゃないですか、はい、全く預かってないんですようん、ねで、これはどういうことかというと、要するに家族会会担担当当に過ぎないんですよ家家族族の方々とコミュニケーションを図るっていうのは、実はとてもとても大事なことなんですけれども、特に高齢になって来られていますし。はい あの家族会会長の飯塚さんだけじゃなくて例えば前会長の,、はい、その前代表の横田茂さんであったりあるいはずっとサ,あのサポートしてこられた有本恵子ちゃんのお父様の有本昭さんだったりね、うん、あるいはそういうだけじゃなくて特定失踪者つまり政府が認定できないできていない被害者の家族の方々、はい、そういう方々とコミュニケーションを取って拉致問題解決図るっていうのはとても大事なんですけど。うん ただ普通の国民から見たら拉致問題担当大臣っていうんだから当然交渉してると思うじゃないですかそうです、ね、全くう関与できないんですよ<ー>で。これが実は深刻な問題で、はい、拉致問題対策本部っていうものが、まあ、総理の直轄であって対策本部長は総理ってことになってるんですけれども、はい、事実上、この番組でも話したことあるかもしれませんが僕自身が大変ショックを受けたことが複数回あるのはこの拉致問題対策本部の 高級幹部が、えー、何人も一人人人は人じゃないんですよ何人もその僕を訪ねてこられたんです、うん、訪ねてこられる理由が僕分かんないから、はい、まあ講演してくれとか、えー、そういうお話だろうと思ってその度に OK するんですけど最優先で、うんはい、他に行ってキャンセルしてでも OK するんですが全員がですね、えー、あの僕に質問されるわけですよ例えばですよ、うん、今交渉どうなってますか <laughs> 専門部局のはずですよね、えー、こ,れこれはね、悲惨な、無残な話ですけど、実はなんですよ、それから、その次に必ずって言ってくらい聞かれたのが、北朝鮮の本当の情勢はどうなってますかと、うんでこれはですねどういうことかというと、拉致問題対策本部っていうのは外務省、はい、それからもちろん警察庁たくさん入ってて、それから、 予算の手当てし,なしなきゃいけないから財務省からも人が来てるし<ー>あるいは多方面で考えなきゃいけないから経済産業省とか、はい、あのもちろん防衛省も一般的に、うん、こう警察と外務だけかなと思うかもしれませんがたくさんこう来た寄り合い状態ではあるんですよねこれ寄り合い状態って言うけどう本当は寄り合いなきゃいけないですよねところが、うん、実験というか実交渉は全部外務省が 仕切っっちゃってるわけですよ確かに何気なくニュース読みますけど、外務省の局長だとか、はい、あるいはその首席秘書官みたいな人がいたとか、うんうん、そういうニュースは読みますけど、拉致担当の,その対策本部が動いたというニュース、それで、あのこれはあの外務省の批判をする意味よりも。はい 何を申し上げたいかというと、日本側の拉致問題対策本部が外務省で仕切っている限りは、北朝鮮も外交部なんですよね、外交部って北朝鮮では外務省です。はい、で、北朝鮮っていうのは非常にいびつな国家で、上に独裁者のファミリーがいて、はい、その下に軍と工作機関がいわば並列でしのぎを削ってて、でどんどんどんと下に落ちて行政機関なんですよ。はい、普通の政府と話が逆なわけですよね。うん でしたがって、外務省、まあ、北朝鮮言い方だと外交部の人々は、拉致問題なんか触れるわけはないんですよ、横田めぐみちゃんが今どこにいらっしゃるかとか、何にも分かんないわけですよ、はい、隠してんじゃなくて分かんないわけですよ、分かんない相手と交渉して、どうやって突破口を開くんですか、だからこれ、僕は前から拉致問題対策本部を改組して、今、名目上の本部長が総理になってるけれども、そうじゃなくて本、総理が直轄をして、はい そして実力部隊を有する24万警察官の、うん、実,実力部隊を持っている警察出身者、はい、それからあこれも定数でいうと24万ぐらいの自衛官を抱える本当はもうちょっと少ないけども、えー、防衛省そういうところをヘッドにして、うん、で外務省とも連携するっていうにすべきだって言ってるんですけどどうしても実現しなくて、うん、で多分、多分って、まあ、政策を込めて言うと総理は、まあ、官邸が直下する形に をしたいといとととううことだと思うんですよじゃあ拉致問題対策本部を解雇すればいいと僕は思うけど、はい、実際の日本政治ではそんな簡単にいかなくて、まあ、それは僕は承知,承知で言ってるわけですけど、うん、つまりすでに安倍官邸は、財務省的に回してるんですよ、うん、なぜかというと、総理はまだそんなことをおっしゃってないけれども、明らかに今の、えー、総理官邸は、えー、2017年4月1日の消費税10%を、できれば統計したいと、はい、できればですけれども。うんはい これあの財務省から見たととんでもないことで、すでに財務省を敵に回してて、本当は水面下で本当に血で血を洗う戦いをやってるんですよ、はい、そ,うその話しませんけどで、それに加えて外務省も、実は安倍さんはかなり警戒、うん、あるいは一部嫌ってて、はい、つまり中国に厳しいとか、韓国に厳しいとか、外務省には親中派、親間派があ,あなたは自民党の派と同じですねって、山の上にいるわけですよ、うん、もっと多いかもしれない。うんうん でそういうところとも、もうさらに決定的に対立すると、やっぱり政権動かなくなるから、はい、拉致問題対策本部ができない、い改装できないなで,できないなりに、うん、官邸直轄に近づけたいと、うん、で加藤勝信さんは、うんはい、<laughs> 衆議院側から <laughs>、ごめんなさい、官房長官になってる人で、そうですね、参議院側からなってる世耕、ええ、弘重さんと並んで、本当にこの再登板後の安倍政権を支えてきたんですよね。 まあ安倍さんにとっては体の一部みたいな人ですよ、加藤さんや世耕さんは。はい、<laughs> でそれ以外に、事務方の代表で警察庁出身の杉田勝弘さんという官房長官、はい、3人いて、うんで、菅官房長官にいて、この4人が安倍さんの体の一部なんですよ、体の一部をあえて,あえてまあ外に出して、うんはい、この加藤さんを拉致問題担当にすると。うんでその時に同時にに <laughs> 同 大臣の数を増やせないという問題もあんのとあ、はい、増やせない,ないしは増やしたくないという問題もあるのとその今言った財務省だ外務省だという日本の政治の、まあ、病気みたいなところ祝話つまりもう運命的に持っているような病気をなんとかするために、うん、それでスローガン出してきたんですよ1億総活躍っていうねうこれあの僕の読者でセンスが悪いっていう書き込みをくださった方がいらして。はい これ別に名前出してもいいと思うんですけど関西在住の西本さんっていうね本当に愛国者の方なんですけどこの人がこれセンス悪いっていう書き込みいただいて本当に国民の方がよく分かってらっしゃるなと思ったんですけどそれは1億火の玉とかね、はい、当然そういう連想になるし、うん、大体あのそうでなくても1億人がおかしいですよだだだ人口1億2700万人で。うん 成人年齢って言いたいのかもしれないけれども、しかし中学生が活躍するのって関係ないんですか、関係あるでしょう、はい、選挙年齢に達してるから、成人年齢に達してないから、なんな関係ないですよ、うん、だからそもそもそこで国民を仕分けるのもおかしいし、じゃあ、あ仮にその成,成人を基本にして1億人にしても、1億人全員が思ったように活躍できるって、そんな世の中、本当にあるんですか、うん、そんなこと言ってたら、ほとんどマルクス・レーニン主義みたいに日本、人間を機械みたいに扱って、そうでしょう、理想を押し付けるみたいな話になるじゃないですか。はい だからそもそもも僕はこのスローガンが全く賛成できないんですけれども、総理の真意は、うん、要するに今までの省庁を,をまたぐ仕事を作らないと、はい、結局、成長戦略もアベノミクスもなかなか動かないので、うん、あえてその人目を引くようなスローガンを作って、そこにその拉致問題もその官邸直轄やれるような加藤さんをあえて兼務させたいと、うん、いうことなんですよ。うん、真意はそういういこと、はい だと僕はあえて推測、まあ、は混じってるんですけど、明言しますけれども、うん、賛成しない、ないでもう時間ないけど、河野さんについて言うとね、はい、要するにリスクは全部閣内に入れちゃうって考え方なんですよ。は<ー>だから石破さんにも留任してくれって言って、はい、受けたのは石破さんの考え方であってね、うん、つまりあの次の政権を取ると言ってる人を閣内に取り込む、はい、で河野太郎さんは河野洋平さんへの問題の河野談話の。 洋平さんの息子さんでしかも原発、うん、事実をけしからんと言ってる、はい、でその人を取り込むと何が起きたかというと皆さんご承知の通り河野太郎さんはいきなりブログを事実を閉鎖、はい、メ,メンテナンス中になっちゃった、うん、こんな分別,別れやすい話も聞いたことないけど。 それから記者会見でも要するに個人の考え方と内閣の考え方違うと明言してこれ何を物語るかというと突然指名したんじゃなくて水面下でも,もちろん交渉して河野太郎さんの OK が出たからであえて国家公安委員長にして余計にまにいわば縛りを強くしたとでこれ最後にこれだけ言っておくと国家公安委員長にこういう政府批判の人がなったら情報漏れると思いますか普通に考えると漏れるんじゃないかって心配しますそれ逆なんですよ。 帰ってもないこれはね、思い出していただくと、はい、民主党政権の時に、岡崎富子さんっていう人が国家公認長をやって、はい、岡崎さんは河野太郎さんの隠れ新官派どころか、超ウルトラ新官派で、うん、ソウルの日本大使館の前で反日行動をやった時に、そこに加わってた人ですよ、この人、岡崎富子さんが国家公認長の時に、僕は警察幹部と懇談したことがあって、ええはい、その時にやりにくいですかって聞いたら、いやーやりやすいですね、これは。やりやすいんですか。はい、はい これはねあの井田孝ちゃん勉強家だけど余計あの知ってほしいのはねなぜ大臣いないんですか国家公委員長って大臣ですかああ委員長だ大臣,じゃない大臣じゃないですよ、はい、これはどうしよかというとなんと日本は戦争に負けた時に軍を解体だけじゃなくて自分から進んで国家警察解体したんですよ、はい、昔の国家警察の特攻警察は悪いこともしたけどそんなら余計反省して 日本オリジナルの民主主義に基づく国家警察を作るべきが、いま、うん、だに作ってなくて、はい、自治体経済しかないんですよ。うん、だもんで担当大臣が、本当は内務大臣っていなきゃいけないけど、いないから、はい、国家公安委員会ってものを作って、その委員長ってところになってるわけですよ。えー、だから警察はいろいろ指示を受けるけども、大臣の縛りとは全然違うから、こういう事情まで全部分かってる人がいると、はい、大臣に来ると、いろいろ情報提供しなきゃいけないけど、分、うん、かんない人が来ると、つまり、 反政府的で分かんない人が来ると余計やりやすいっていうの、ああそれは現実なんですよ。お飾りで上に置いときゃいいと、はい、都合のいい情報だけあげればそれでいいと。そうですは<ー>だから政治のコントロール上問題あるけども、これで情報が漏れるってことはありません。効果不効果果ありません <laughs> はい、はい